え、笑うときに叩くの、うん、そんなことするの大丈夫大丈夫好きだよね超恋人未満超友達以上超大変よろしくお願いします。超学びます。僕たちが超重大イエーイ。はい、本日やる企画は、はい、男子に聞いた友達止まりで終わっちゃう女子の特徴。イエーイ。終わっちゃう。今回は男子限定で友達で終わってしまう女子の特徴を、なるほど、聞きました。うわ、これをねちょっと聞いて、まあ、私たちの今後に生かしていこうということですね。いつもはねこう私たちがアドバイスとか、うんうん、そうね、どうとか聞くことが多いんだけど、逆にね今回はみんなに聞いて、私たちが直すか今後に生かすっていう感じになるので、はい、ちょっとこう違うんですけど、誰かグッと刺さるかもしれないんですけど、うん、あの支え合っていこう。え、そうだね、支え合って大丈夫か、みんな大丈夫、裏切るなよ、裏切るなよ大丈夫、ね、あやか両手塞がっちゃった、ほら右手、右手両手さ戻せるこれ腕あー、オッケー、よかったどういうこと、ありがとうありがとう、うん、考えてくれたんだ、ね、うん、ありがとう、ボディタッチが当たり前な子、おお、なかなかいないんじゃない？はい、知ってません、私もしてませんでもゆうかは確かにさっきもあんまやられるの好きじゃないってボディタッチやられるの好きじゃないって感じ、僕やんなそう、はいはい、え、笑うときに叩くのは、うん、そんなことするの意外とこうやってなっちゃう、あ、せんだ、ボディタッチですか、そう、タッチしてますからね、それは違います、逃げたな、本当か、逃げたよ、逃げたよ、逃げたね今、これ男女どっちもなの、あ、やってるじゃんけ、男子にやってるやんけ、押しちゃいます、あ、終わっちゃうらしいですね、え、うちたちのことも押してよ、あ、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、どうなの、全然大丈夫じゃない、うん、大丈夫、いけるいける、男子と女子の距離感が同じ、おー、距離感、なるほど、距離感、距離感、いやいや、いやさっき男子こちらにも叩いちゃう、あら、あ、ビービン、姉さん発動したよ今、ゆうか言ったの、どうなのそれは、どうなんですかね、姉姉さん、何ですか、これ物理的なもの、これワンチャンあるな、ワンチャンあるな、大丈夫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 、支え合っていこう、うん、相談ばかりされる、される、ああ、自分のは聞いてくれないってこと、ああ、それは相談されたら、ああ、そういうこと、どうなんだ、分かるポイントがいました ねやばいぞこれ、ワンチャンあるのわあ。これワンチャンあるな、わあ。ほんま、ちょっときつい、え、どうなんだろう、そうですね、うん、ちょっと、そうですね、もうちょっと自分で解決する力をつけようかな、うん、うん、確かに聞いてあげて、ね、大丈夫、どういうことだ、うん、どっちでもいけるかも、うちも、あ、じゃあ大丈夫なんですか、一人でも、一人がいい、全然一人でどこでも行っちゃうもん、あ、わかる、一人行動大好き、わかる、ええってダメなのかな、でもどっちもいけんでしょ、集団行動も好きならいいんじゃない、うんうん、だから私だ、なんでえ、どういうこと、私だよ、うち集団行動すっごい好きじゃないもん、でもさ、集団行動好きだから男の子に好かれるってこと、じゃあ、あれね、一人で、一人行動しする人がしすぎだからってことなんですか、とか、何でも一人で行っちゃう、決めちゃうとかってことでしょ、そういうこと、決めたりはしない、一人は好き、なんかそのままでいいよ、お互いボケることが多くて、格好つける場面が少なくなってしまう、あー、ふざけちゃうってこと、あ、なるほど、あ、もう本当に友達っぽくなりすぎちゃった、あー、格好つけたいんだ、男の子は、
そういうことか。そっかそっか。かっこつけたいのね。つけたいよ、うん、じゃない。諦めないで。ね。なんかさ、最近好きなんだよねとか言った時にさ、いいよまたそういうのとかそういうこと？そういうのダメってこと？そういうことではない。どういうことではある？うん、つまりどういうこと？そういうこと。ボケ。スタンプで会話が終わる人。あーあー、でもこれは嫌かもな。これ嫌だね。男女嫌。うん。ああ、そういうことね。なるほど。終わらせちゃう人。最終的にはやっちゃうよ、スタンプ。うん、やっちゃうの？え、やらない？好きな人に？スタンプ結構。うん、友達を使う？使うかも。大好きなんですね。わかる。使え、そのまま。使え、使え。連絡しなくていい、電話しない。なるほど。うん、誰だろう。そうですね、そう思っちゃうってことですよね。その電話がこっちはこう断るじゃないですか。嫌いってなったら、あとそれ止まりなんだって思っちゃうってことですか、男の子が。そんなこと。そうなの？ちょっとやっていかないとな、電話。たまにやっていくぐらいにしていかないと。電話苦手だよ。苦手？こういうところで無理ですとか言って、電話ね。電話苦手。嘘。みんな苦手じゃん。ここみんな苦手？うん、電話好きだよ。あれ？あ、じゃあ好き。苦手。苦手。え？電話するんだったら会おうぜ。しょ。え？でも会えない時も会えないと聞けるじゃん、声。だって声聞いてもよくない？え、顔も見えるし、うん、困ってんな、挟まれてね、今。あー、それは気分やね。内山さん、なんかすごいんだけど、言ったどうしたの？どうしたの？言った溜まった溜まったみたい。ゆうか、どういう気分やなの？多分どうんじゃないかな、気分屋じゃないと思う。あ、本当だ。だし、なんか言ってたん、その気分屋だとしても、こっちが嫌になる気分屋じゃなくない？全然そういう感じないし、テンションで持ってってくれるから、一緒にウェーイってなる。大丈夫、大丈夫。分かった。うん。あー。そういうのってあるんだ。弱いところとか見せる、泣いてるところとか。ちょっと抜けてるところも見たいのかね。そうじゃない？そうかもしんない。高めの花になっちゃうかもね。頼ってほしいよね。そうだよ。確かに。しかねえとかもさ、うん、量がね。そう、めっちゃなんかいい女感あるじゃないですか。うん、はい、あるね。それあるんじゃないですか、高めの花感。ちょっとこっちでも感じるもん。え、あ、うん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 。だからそれはちょっと、もしかしたら男の子もあるかもよ。量か、量か、量か、弱音見せよう。たまにはいいと思う。強いところたまには見せよう。世話を焼きすぎる。なるほどね。逆にママミが出ちゃうんだね。お母さんみ。ママ感出る。ママ感。ママミ初めて聞いた。ママミ。ママミ。ママミが出ちゃう。かわいい。かわいい。かわいいね。お前って女子。男も嫌だ、お前。うん、お前も私もほんと NG ね、言わせない。わかる、言わせない。先に言うもん、お前だけはあかん。わかる、言わせない。もう先に言うんですよ、言わせない。言ってたらダメだよな、お前は。だってさ、みんな親がつけてくれた名前があるでしょ。そうか、まずね。ありがとう。あなたもいい子。初対面で面白いとこが印象に残るの？マジで。第一印象面白いのダメなのかな。でもさ、なんか男の子でもさ、楽しい人が好きな子もおるやん。うん、あ、だから大丈夫よ、それは気にしない。
確かに。だからそうだね。これはもう大人しくとかやらないでいいよ。うん。ね。そうそう。大丈夫？ごめんなさい。むせちゃったよ。なんかあーの、そういう時あるよね。ある。電車で来た。わかる。電車で来た。はい、ごめんなさい。はい、おかえり。はい、ということで以上です。急に終わった。びっくりした。なんでこれ。初めてダンスのさ意見めっちゃ聞いたかも。そうだね。結構びっくりしたかも。びっくりした。あれじゃない？ちょっと今までうちらちょっといろいろズバズバ言ってたから反撃というか来ちゃったのではないでしょうか。なるへん。帰ってきた感もあるね。来たねこれ。いや意外だったな。ね、うん、だって、うん、ちょこちょこ意外なの、うん、ね、あったね。女子だったらなんかさ、めっちゃこっちは完璧に決めなきゃみたいなのがあるけど、うん、意外とそれだったら、そうそう、いいんだなって、うん、そうなの？なに？絵は可愛いんだけど。こういうこと？今、絵は可愛かった。普通に言っただけだったんだけど。そうなの？そうなの？リピートしてもらおう。やめろ、やめろ。ハッサミー。